ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。本日は2017年4月28日金曜日、今ですね、朝のというか夜中の2時48分でございます。今日すごい盛りだくさんな日なので、せっかくだからその裏側を動画回そうかななんて思って撮り始めました。で、なんでこんな早起きかというと、今日ね、初めて目覚ましテレビスタジオ生出演なんですよ。出番は朝の7時10分ぐらいからとかなんですけど、5時半入りとかなんですよ、フジテレビに。で、万が一ね、生放送に遅刻とかしたら、まあ終わりなんで、さっきね、1時間ぐらい仮眠して、もうこのまま起きてようかなと思っております。で、ちょっとね、片付けられてない仕事とかを今、やっちゃおうかなと思っております。頑張る。普段あんまりここ映んないと思うんですけど、最近、このリビングの端っこでね、ヒカキン TV 編集してます。寝たら終わりだ、寝たら遅刻する。はい、こちら朝ごはんです。最近もうこればっか食べてる。ね、これファミリーマートのカレー味のサラダチキンだね。全く飽きない、このままかじりついてね。と、あとこれセブンの納豆かな、確か。うん、セブンの納豆と、野菜ジュース。こんな感じでございます。あー、はあ、朝からいい香り。おいしい。よいしょ、べ。急げ。やることやってシャワー浴びて朝の5時になったので、いざ出発。フジテレビの楽屋に到着しました。メイク完了のピース。いやー、髪型決まってるでしょ、ほら顔も決まってるでしょ、あらイケメン、ほらおっと、朝7時生放送行ってきます。生放送終えました。朝の生放送初めてだったので、めちゃめちゃ緊張しました。終わってほっとしてます。この時点で朝の7時46分ぐらい、こっから家に帰ります。眠いバーイフジテレビさん。はい、今帰宅しました。まだね、8時半ぐらいです。お昼からね、撮影する動画が2本くらいあるので、それまでちょっと掃除でもしようと思います。もうゴミやばいからな、これ。ずっと捨ててないんだよ。見てください、この缶。もうブラックコーヒーの量やばいんだよ。箱買いしてるからさ、ね、ビタミンドリンクともうコーヒーしか飲んでないから。はい、洗濯もしちゃう。こういう時間を有効にね。ほっ、よし、溜まってるもん。よいしょ、洗剤は豪快にたくさん入れちゃう。ほら、いっぱい入れて気持ちいい香りにするんじゃ。スタート。いきます、せーの、ふい。ぷわ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 。あ、もう結構、あうおイヤホン絡まった、イヤホンそうなんですよ。バーイ。今撮ったのを編集します。そう、どうも黄金のあちゃみね、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 あちゃみね。よし、気づいたら夕方になっちまいました。
ああ、編集完了でーさ。まあこんな作業をいつもやってます。よし、公開完了しました。で、今もう6時なんですけど、今日ね、青鬼2の校長編のリリース日なんで、今から実況して編集を終わらせたいと思います。頑張る。まあ本当だったらね、いつもヒカキン TV の編集なんですけど、今日の動画はだいぶ前にできてたんで、ゲームズにね、ひたすら時間を使えます。さあ、オッケーかな。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、青鬼2校長編。いやー、腰曲がってるわ。おじいちゃん力あるね、意外と。なんだこれは。ああ、巻いて逃げろってこと？じいちゃんは大切にしようよ。バイ。青に編集していきます。2に出ましたね。やっていきましょう。青に2バイ。オッケー、編集終わった。7時20分ぐらいですね、今。速攻でアップします。オッケー、青にもアップロード完了です。で、今もうもうね、夜の7時45分くらいなんですけど、確か今日8時からモンストの新しいね、超絶ステージが来るんだよね。それも撮りたいんだよね。あと10分くらいで来ちゃうんだよ。やばいなっちゃった。8時になっちゃった。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、モンストの新超絶呂布いきます。呂布初見スタート。これでパンドラだけちょっと引っ張れれば。ちょっと引っ張って、ちょっと、うるー、こわー、うっそー。夏物のシュってね。おーしゃーよかったけど、一発で勝ちたかったな。バイ。よし、オッケー。はい、モンスト取り終えました。無事に勝つことができました。はあ、ただね、ちょっときつくなってきた。8時半なんですけど、明日ちょっと出かける予定があって、4時ぐらいから出かけるから、それまでにヒカキン TV とゲームズを編集しなきゃいけないんで、っていうのを毎日なんかこう逆算してるんですよね。明日の4時までにこれを終わらせなきゃいけないってことは、ここで寝たり仮眠したりして、この時間に起きるとうまくいくみたいな、そんなことをずっとやってるね。いや、お腹も空いたんですけど、どっちかっていうと空腹よりかはなんかマッサージ行きたいなって感じなんで、マッサージ行って仮眠して帰ってきて、明日の動画をね、編集してから寝たいと思います。行ってきまっちゅ。マッサージ、マッサージ。帰宅しました。いやー、100分のマッサージだったんですけど、爆睡してしまった。マッサージの気持ちよさとか全く分からず爆睡してしまいましたが、これでちょっと回復したんでね、で、帰りにスーパーとコンビニ寄っていろいろ食べ物買ってきたんで、それを食べて夜も頑張ります。ご飯こんな感じです。セブンイレブンですね。豚汁、ガーリックサラダチキン、サラダ、納豆でございやす。うまい。ご飯食べてだいぶ元気出たんで、モンスト編集開始。Oh!
スト編集完了で、今日のヒカキン TV っていうか、これ今撮ってるこれを編集していきます。今ですね、朝のというか夜中の2時48分よし、2時48分になりました。24時間経ったはい、というわけでね、結構地味な動画になってしまったと思うんですけど、まあ正直ね、地味なんですよ毎日。まあ今日はね、朝早くからね、生放送で面白いかなと思って動画を回したんですけど、まあ実際そこまでね、早朝から毎日起きてるわけじゃないんですけど、実際こう目覚ましテレビ以外の動画撮影編集とかをずっと家でこうやってやってるっていうのは、まあほぼ毎日今日みたいなことをずーっとこもってやってるので、365日こんな感じですで多分僕は一人でいるのが得意な人間なんですけど、まあ危険ですよねずっと一人で完結しちゃうんで、ちょっと危険なんで、最近はできるだけね、人とご飯とか行くようにしようかなとか思ってるんですけどまあ YouTuber はマラソンみたいなもんですね。最近つくづく思うんですけど、ずっと走り続ける感じだなと思ってるんでね、まあこれからも、まあ毎日365日、ハロー YouTube ってね、やり続けたいと思います。チャンネル登録はこちらをポチ、評価もぜひ。 Twitter、Instagram もやってますので、概要欄からフォローお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。